んな感じで重ねたらもうほぼ家ですね。まあこんな感じでザクッと屋上広場を組み立てました。で、実を言うとこれはただの屋上広場じゃなくて、皆さんこんにちは、自称レゴブルダーひろげだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちら IKEA ビッグレグ全4種類です。はい、今回はこちらを開けてレビューしたいと思います。はい、こちらは2021年に発売された IKEA とレゴのコラボ商品です。ちなみにこちらは今年の7月に神戸の IKEA で買いました。はい、1個ずつ見ましょう。まずこちらがビッグレグで一番大きい大サイズです。ちなみに大サイズのお値段は1999円です。箱の横はこんな感じでブロックがプリントされています。箱の後ろはこんな感じです。で、さらに中サイズと小サイズもあります。ちなみに中サイズは1699円で、小サイズは1499円です。中サイズと大サイズは1個しか入ってないんですけど、小サイズは 17×6 が1つと 13×6 が2つ入ってます。実を言うと案外この小サイズの方がお得だったりしてで、さらにビッグレグと遊べれるレゴブロックのセットも買いました。ちなみにこちらは1600円で買いました。このブロックセットパーツが結構入ってて、さらにミニフィグも付いてますので結構お得感はあります。では開けましょう。よっと。ちなみにこのビッグレッグなんですけど、発売してすぐ売り切れたらしいです。発売してすぐ売り切れるということは多分相当いいセットだと思います。よっと。おお、中に説明書が入っていて、で、ああ、おお、ちょっとビッグレッグは組み立て方式となっていますので、パーツがすごい入ってます。はい、台の箱の中はこんな感じになってます。では組み立てていきます。まず四方を作ります。これ枠の組み立てが結構簡単です。もうスライドして押し込むだけです。そしてひっくり返して側面をつけます。で、最後に天井パーツは、あ、天井パーツはもうロックされないんですね。はい、これでビッグレッグの完成です。個人的にこれ思ってたより結構割と大きいです。組み立てもイラスト付きの説明書なので結構作りやすかったです。蓋部分がレゴの基礎版を彷彿とさせます。ちなみにビッグレッグのカラーは白だけです。では残りの2つも一気に組み立てます。せーので、はい、大中小3つ一気に開けてみました。おー、すごいですね。なんかこれだけでもう家ですね。はいちなみに中サイズなんですけど、大サイズの2分の1のサイズになってます。で、実を言うと小も組み立てかなと思ってたんですけど、なんと小は組み立てなしでした。ちなみに組み立てなんですけど30秒ぐらいで作れました。ではまずは小サイズから見ましょう。ちなみに小サイズは先ほども言った通り3つ入っていて、 17×6 が1つと 13×6 が2つ入ってます。箱を開けた時こんな感じで入ってました。ではまずはこの 13×6cm から見ましょう。全体はこのようになっていて、この空洞の幅が4ブロック分になってます。ちなみに中サイズと大サイズは6ブロック分です。蓋を開けると、はい、このようになっています。この中にパーツを入れたりビッグレッグと拡張遊びができます。はい、蓋はこのようになってます。そして小サイズに入っているもう一つの箱は、先ほど紹介したケースの2倍分はあります。箱の中と蓋の作りは一緒で大きさが違うだけです。はい、続いては中サイズです。中サイズは同サイズ高さ幅ともに2倍あります。で、さらにこれの8倍の大きさはあります。で、箱の中と奥行きも小サイズの2倍以上はあります。ちなみに中サイズは幅18センチ、奥行き26センチ、高さ12センチもあります。こんな感じで重ねたらもうほぼ家ですね。はい、続いて最後はこちらの大サイズです。もう大サイズめちゃくちゃでかいです。大きさは中サイズ2個分あって、で、小サイズのこのブロック32個分あります。この時点でミニフィグサイズの2階建ての住宅サイズですね。そして箱の中はこのようになっていて、さすが大サイズですね。めちゃくちゃ大きいです。この中に小サイズのこれが丸々1個入ります。で、さらにこのサイズも問題なく入りますね。すげえなー。あ、そう、ちなみにこれ全サイズ共通で、側面にはブロックのパーツがないので基本これはもう乗せるだけです。こういうロックとかもないので本当にもう乗せてる感じです。これまあロック機能ないのがまあちょっと個人的には残念かなと思います。ではこちらのビッグレッグのブロックパーツセットを開けましょう。ちなみにこちら窓パーツ以外にミニフィグも2体ついてきます。あの、僕思うんですけど、最近のレゴクラシックってミニフィグつかなくなりましたよね。個人的にはレゴクラシックにミニフィグ入れてほしいんですよね。あの、僕青いバケツ世代なので。はい、
い、箱の中にはパーツが入った袋が4つと説明書が1冊入ってました。説明書には組み立て図とか一切なくて、付属のパーツでこういうのが作れますよって書いてあって、裏面にはビッグレグを使ってこういうことができますと書かれています。これ蓋を使ってロッククライミングを再現してるんですね。すごい。あと窓パーツはこんな感じで作れますよと書かれています。では今からこのビッグレグとパーツセットを使ってちょっと遊んでみたいと思います。はい、こんな感じで家を作りました。ちなみにこれ小サイズしか使ってません。一回大と中で作ったんですけど、めちゃくちゃスッカスカになっちゃうので、今回は小のセットだけで作りました。小サイズの方がパーツセットと十分に遊べれますね。中サイズと大サイズについてはもうすでに持っているレゴを使って遊ぶ感じですね。まあ一応コンセプトといたしましては、屋上のある平屋ですね。装飾や机とか結構こんな感じで置きました。ちなみにこのベッドなんですけど、説明書のベッドです。まあこんな感じでザクッと屋上広場を組み立てました。で、実を言うとこれはただの屋上広場じゃなくて、この蓋を取ると、はい、なんと中には3体のマシンが格納されています。と、僕が作ったのは変形合体ロボの発信基地です。ビッグレクのパーツを使って3体合体ロボを作りました。こんな感じで発信遊びもできます。では3つを合体させてロボにします。ちなみに一番左の車なんですけど、ビッグレクの説明書の車をほぼそのまま作りました。では合体させます。ちなみにこの車はコア部分となっていて、残りの2体のジェットがこんな感じで分離して、この車中心に合体します。はい、これがビッグレクのパーツで作った3体合体ロボです。はい、こんな感じで見事に3体合体する変形合体ロボを作りました。はい、イケアとコラボ商品のビッグレックはこんな感じです。はい、ということでレゴとイケアのコラボ商品ビッグレックをレビューしていました。まずビッグレックは大中小の3つのサイズがあって、大きさは違いますが、それぞれの用途は一緒なので自分に合ったサイズを変えるのがすごいいいと思いました。個人的に言えば、一番収納したくて作品をディスプレイしたいのであれば大サイズ、まあ少し収納したいのであれば中サイズ、そしてこんな感じで家を作りたいのであれば小サイズをおすすめします。ビッグレックは拡張性がありますので、こんな感じで家を作ることもできます。これはビッグレックとブロックセットを買うことをめちゃくちゃおすすめします。で、画面に映っているビッグレックのセットだけで1万円以下で買えますので、コスパ的にはすごいいいと思いました。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。